お前たちを集めたのには目的がある。私はここで恐怖と生存の実験を行っているんだが、お前たちにはその実験の手伝いをしてもらおう。たとえ望まなくともな。そうよ、私の小鳥たち、ここは鳥かごの中。さらなる危険への道を開く鍵だ。ここまで来なかったら何の役にもならないところだった。集まって回復。塗りつぶしてやる。喜びと解放感、他人の血が流れる時の高まる恍惚感。これから早く抜け出す。カーネギーを取れ。次の試練を用意してる。実験の一つだ。最新の生物兵器を見届けるがいい。私がお前たちなら急ぐが、残念だな。ここで死ぬことにすればいい。これは何だ。
え希望が無限にあるとしてもお前たちには手に入らない。決戦にたどり当然のことだな。最後までよく頑張ったが逃げられなかったな。期待はしてなかった。これから過ごす時間でどんな知識の芽が出てくるか楽しみだ。最後までよく頑張ったが逃げられなかった。
三つの試練に立ち向かってもらう。二つでも四つでもない、三つだ。常に試練は三つだ。そうよ、私の小鳥たち、ここは鳥かごの中よ。モルモットたちよ、もう少し生き延びて恐怖を研究させてくれ。このドアぶっ壊したいぜ。この攻撃力、お前たちの運命は決まったな。行くわよ。思ってたより時間がかかったな。すぐ見つけられるようにしてたのに。あかね、もうすぐだ。さらなる危険への道を開く鍵だ。このデータは素晴らしい。お前たちと違って、奴ら、我々の目は引き裂かれるためにあるのだろう。きっと心臓もそうだろう。吐き打ち。無駄よ。縛られるのを嫌いでない。すべてを吐き。お前たちが急がないなら実験は早く。出口が開いた。早く。かくれんぼは隠れるだけじゃなく、ゾンビがいる方がスリルがある。そう思わないか。ここまで来なかったら何の役にもならないところだった。研究の成果を最初に目撃するという栄誉を与えてやる。
思ってもいなかった。は引き裂かれるためにあるのだろう。心臓もそうだろう。やるな。だが助けにはならない。スプレー設置。このデータは素晴らしい。決戦にたどり着ける、それともここでくじける。素敵だった。ありがとう。希望を壊すのも時間の一つだ。たとえ希望が無限にあるとしても、お前たちには手に入らない。哀れな。逃げられないのは分かっていたが、正直に言うとここまで生き残るとは思わない。あなたたちが今ここにいるのは、昔では予想もしなかった結果よ。ミスだったの。でもこのミスは消すことが可能よ。それ自体は危険じゃないけど、私は時間を稼げる。私自身で何とかしないと。それを使うのを黙って見てると思わないでね。
驚いた。意外にもっと激しい抵抗に備えてた。おとなしく殺されて全て終わりにしなさい。さっさと降参しなさい。これでよく分かったでしょ、なぜアンブレラの研究を抹消する必要があるのか。よくあるわ、気にしないで。ありがとう、全く手がかからなかったわ。これでもうすぐ終わるわね。完璧な計画。予想通りの展開。これから過ごす時間でどんな知識の芽が出てくるか楽しみだ。骨から肉を引きちぎられるだろう。自由はそう簡単に手に入るものじゃない。ここにも逃げられないぞ。何か見えるかも。思ってたより時間がかかった。すぐ見つけられるようにしてたのに。殺人の喜びと解放感、他人の血が流れる時の甲骨。さらなる危険への道を開く鍵だ。面白い。仮説を確かめたい。もう一度やってみろ。お前たちが急がないと実験を早めに切り上げるしかない。
ウォームアップできたか。これからが本番だ。次のエリアの準備はできている。進め。お前のために終わらせてやる。分かってるだろうが、いつもこんな安易に研究をしてるわけ。殺人の喜びと解放感、他人の血が流れる時の高まる恍惚感。こういう時のために我々は特別なものを育ててきた。楽しめ。期待はしてなかったが、やはりお前には心底がっかりだ。新しい情報がほとんどない。お前の恐怖をこの目で見たい。希望が無限にあるとしても、お前たちには手に入らない。かわいいな。逃げられないのは分かっていたが、正直に言うとここまで生き残るとは。
私は当然私が持つべき力を手に入れる。お前たちの苦しみによってな。我々の目は引き裂かれるためにあるのだろう。心臓もそうだろう。帰る。そうよ、私の子供たち。ここは鳥かごの中よ。殺人の喜びと解放感、他人の血が流れる時の高まる高校。どこにも逃げられないぞ。お前のために終わらせてやる。見てみな。この攻撃力、お前たちの運命は決まったな。思ってたより時間がかかったな。すぐ見つけられるようにしてたのに。きっと気に入るよ。さらなる危険への道を開く鍵。素晴らしい。うまくやったつもりか。こんなのすぐ元に戻せる。生きてるか。射撃手はゾンビには務まらない。ありがとな。てめえはもう死んでいる。どこまでも追って殺してやる。クレンボは隠れるだけじゃなく、ゾンビがいる方がスリルがある。そう思わないか。次の段階のテストを始める。奴らは負傷しない。足止めしかできない。引き裂かれるためにあるのだろう。心臓もそうだろう。誰かのここを通る。ひねりつぶしてやる。カードキーはやろう。希望のひとときが次、最新の生物兵器を見届けるがいい。いいぞ、この電波は実に興味深い。
ブ。予想通り、お前の死のデータはつまらない。私の予想とは違う。そんな振る舞いにはこれ以上我慢できない。面白い。具合はどう？私がお前たちなら急ぐが、残念だな。ここで死ぬことにすればいい。研究に必要だったの。お前のために終わらせてやる。お前の恐怖をこの目で見たい。チェック中。生物工学が我々に与えたものを見ろ。どうしてまだ抗うんだ。たとえ希望が無限にあるとしても、お前たちには手に入らない。計算した通りだ。逃げられないのは分かっていたが、正直に言うとここまで。
私は当然私が持つべき力を手に入れる。お前たちの苦しみによってな。そうよ、私の小鳥たち。ここは鳥かごの中よ。我々の目は引き裂かれるためにあるのだろう。心臓もそうだろう。任せて、俺が開ける。何がかかってる。ビシッと。興奮してきた。のさらなる危険へのため、かくれんぼは隠れるだけじゃなく、ゾンビがいる方がスリルがある。そう思わないか。次の段階のテストを始める。でも追って殺してやる。最新の生物兵器を見届けるがいい。これでもう俺を分かりまで行く。いなかった。分かってるだろうが、いつもこんな安易に研究をしてるわけじゃない。よくそれを積んだな。おおおおロックされてる。
はあ、逃げられなくなるぞ。ジョーン！面白い。仮説を確かめたい。もう一度やってみろ。決戦にたどり。教養のない、教養のない、教養のない、ピエロめ！たとえ希望が無限にあるとしても、お前たちには手に入らない。雑な武器だが効果的だ。のために我々は特別なものを育ててきた。パーフェクトだ。結構しぶといな。いいだろう。私がこの手で動かそう。もう弾がない。見張られるのを嫌いでない。これは何だ。絶望感はウイルスに得たとえ希望が無限にあるとしても、お前たちには手に入らない。パーフェクトだ。勝ったとはいえ私の研究は未完成だ。もう一度こいつらで実験を。
恐怖は生き延びようとする意志にどう影響するか、痛みや苦しみや喪失で生存への意志は弱まるのか、試してみよう。そうよ私の小鳥たち、ここは鳥かごの中よ。仮説を確かめたい。もう一度やってみろ。この死はもう、最後までよく頑張ったが、逃げられなかったな。
あなたたちが今ここにいるのは昔では予想もしなかった結果よ。ミスだったの。でもこのミスは消すことが可能よ。それ自体は危険じゃないけど、私は時間を稼げる。あなたたちの死はさらなる確証になる。この実験とその副産物は世界にとって危険すぎる。怪物を生み出すわけじゃない。でも少なくとも今は役に立つ。これでもうすぐ終わるわね。それを使うのを黙って見てると思わないでね。野蛮な力が必要なら使うしかない。よっと、大変、命の予想してたよりもたくさん生き残ってるわね。ほんの少し自由に近づいたかもしれないけど、絶対絶対に自由はつかませない。残酷ね。でも目的を果たすためには必要ね。自身で何とかしないと。
に納得したようね。ひとみつサービスは取ってもいいけど、ウイルスは内側からあなたを蝕んでるわ。あなたたちの死はさらなる確証になる。この実験とその副産物は世界にとって危険すぎる。もう死は近い。委ねなさい。殺してお願い、力を貸した。これで二人が避けられない死よ。絶対に逃げられない。これでもうすぐ終わできると思わないで、おとなしく殺されて全て終わりにしなさい。のする死体は操る人形使いだね。あなたたちのせいでこうなったの。ウィリアム、私たちの過去を消すのを手伝って、その後で安らかに眠らせてあげる。死ぬのよ。逃げられないわよ。まったく予想通り。ちょっと手間取ったけど、少なくとも終わった。
これから過ごす時間でどんな知識の芽が出てくるか楽しみだ。自由はそう簡単に手に入るものじゃない。さらなる危険への道を開く鍵。かかってこい。ここは通れないぞ。これは最初の一歩に過ぎない。ここまで。おお。どこまでも追って殺してやる。カードキーを取れ。次の試練を用意してる。もう一度やってみろ。全然安全じゃないよこりゃ。最新の生物兵器を見届けるがいい。チェック中。
何か見えるかも。たとえ完璧な種でも岩の上に舞いたら育って思ってもいなかった。私がお前たちなら急ぐが。残念だね。振る舞いにはこれ以上我慢できない。これは実に素晴らしい。どうやっているのかぜひ知りたい。決戦にたどり着けるか、それともここでくじける。おおおおないのは分かっていたが、正直に言うと
クライアントに保証した。貴様らに恐怖と死を与えてやるとな。そう簡単には使わせんぞ。頭に弾をぶち込んでやる。その方がすぐ終わる。鍵がかかってる。命の時間が過ぎてくぞ。簡単には逃げられない。死が襲うのは老人ではなく抗うものだ。あぶしゃ、まあまあ、どこに行った。サンキュー。誰でも簡単に見つけられる。あんまり浮かれるな。ここで頼むのよ。おしまいだ。抵抗するのはよせ。ドアを開けるわ。見つけたか。だが使うまで生き残れない。これがお前らの正義だ。おい、次は向こう。危なかった。よしよしよし。これがお前の最後だ。あまりいい終わりじゃなかったが。行くわよ。よーし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 。思ってたよりタフだったようだな。ここからは手加減しないぞ。よーし。必要はない。ここでも次でも死ぬのは同じだ。よーしよーし。しばらくそこにいると時間はたっぷりある。
Yes! 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 Ha ha!生体がいるネメシス、ウイルスに感染したお前たち、そしてゾンビ、イカれた世界だ。イカれてるが実に金になる。急ぐ必要はない。ここでも次でも死ぬのは同じだ。子猫ですらお前たちをやれるぞ。ああ、殺害のボーナスはなし。だが、勝ちは勝ちだ。これまでの私の人生は今日手に入れる知識への序章だったのだ。だが助けにはならない。鍵がかかってる。思ってたより時間がかかった。すぐ見つけられるようにしてたのに。何個も身がついてるの。さらなる危険への道を開く鍵だ。
しましょう。扉を閉め。どうしてそんなに時間がかかったんだ。おい、こっちだ。わざわざウォームアップできたか。これからが本番だ。お前の目に恐怖が宿るのを見たい。絶望感はウイルスに影響を与える要素の一つかもしれない。どんな感じだ。お前たちが急がないなら実験を早めに切り上げるしかない。次のエリアの準備はできている。進め。殺人の喜びと解放感、他人の血が流れる時の高まる高骨感。我々の目は引き裂かれるためにあるのだろう。心臓もそうだろう。無限にあるとしてもお前たちには手に入らない。死ね死ね死ね。大丈夫、もう一度。たとえ希望が無限にあるとしてもお前たちには手に入らない。次頑張って。死が近づいた。
ないのは分かっていたが、正直に言うとここまで生き残るとは思う。